すいません、聞こえるかな。石原明ですと。石原明の経営のヒントプラス、ちょっと面白いんですけど、生きている人間の意識を表から見るのと中から見るのと全然違うから、そういうことも、ね、楽しみに聞いていただければと思います。今日はですね経営のヒントプラス579回目。私の起業の目的がたくさん稼いでタワーマンションに住んで好きな車に乗って欲しいものを買ってお金の不安がない状態で暮らすことです。ただ経営の本を読んでいると、自分の欲で経営してもうまくいかないということばかり書いてあります。やはり欲を満たす理由で起業するのはうまくいかないのでしょうか。どうなの。僕逆にですよ、たくさん稼いで欲しいものを買った不安がない状態で暮らすこと以外の理由で起業する人っているんです。でも本とかを読むと、なかなか自分のエゴとか捨てなさいみたいな推奨してる人いないですよ。あとこれ大事なのが、綺麗事の起業っていうのがうまくいかないんですよ。で、綺麗事っていうのは説明で分かりやすくするために言いますけど、社会のために業界を変えたいみたいな、社会起業家みたいな方向に行くと、もちろん見栄えはいいんですよ。それでうまくいった人見たことがない。なので起業時は欲の塊、稼ぎたい、良い生活したい、男性だったらまあフェラーリとかあとはやっぱり見返したいってもあると思うんですけど、やっぱりこれがないと頑張れないと思って、これと商売が何が関係ないかというと、そもそもお金を稼ぐこと自体がちゃんとお客様のためになってれば別に何でもいい。逆にその古い動機っていうのが圧倒的なパワーになるんで、周りの人に言わなきゃいいんです。そーっと自分の心の中に留めとけばいいだけ。でうまくいくと、これ経験上もそうなんですけど、だいたい飽きる、本当に飽きるんですよ。ある程度欲しいものを全部買うと、だいたい4,000〜5,000万ぐらいで欲しいもの大体買えるんです。例えばプライベートジェットが欲しいですとかっていうのだと別ですけど、はい、僕の周りでプライベートジェット欲しいっていう本気で言ってる人って聞いたことないですか。タワーマンション住みたいとか、はい、モテたいとかですね。ただこれって数千万円とかで解決できちゃうんです。これって飽きるのって思うと結構飽きるんです。飽きてくるとそこから第二段階に行くと思って、この状態でもう自分の欲満たしたから本当に優しくできると思ってます。そうじゃないと僕あんまり好きじゃないのが、別にボランティアとかを否定をするわけではないんですけど、自分の欲を全部我慢して誰かのために何かをやってるってあんまりどうかなと思って、あとはたくさん稼いで税金を納めてるんであれば、そもそもこれ最高にいいことだと思ってるんで、まずは自分の欲を人に言わないでいいんで、欲望に素直になるというか、これは過去の回でもお話しした、いろんな頭の中に入ってるものを全部ここに書きましょうっていう中に、自分が欲しいこと、本当にやりたいこと、誰にも言えない、えげつないことでもいいんですけど、誰かに迷惑をかけない、法律に触れないとか、ルールの中であれば何やったっていいわけじゃない。そういうもののために頑張る、しかもその頑張るのはちゃんとお客様のためになっている、はい、っていうビジネスだったら最終的に儲かるんです。勝てる分野に行ければ。なのでここはもう全力でイエスというか、逆にこういう動機をもっとリアルに想像するべきで、何が欲しいっていうのも、このフェラーリとかっていうのだと抽象的すぎて、フェラーリロレックスって言ったらいっぱいあるわけです。何が欲しい、どういう生活したいっていうのも、じゃあタワーマンションってどこ、家賃いくらのやつに住むんだっていうのも、もう明確にして、もしくはこの周りを見返したいんであれば、もっともっと自分の認めたくないコンプレックスを紙に全部書き出して、見返したやつも書き出して、徹底的にそれを紙に書く第三者の目線でちゃんとそれを自覚するっていうのはそもそも重要。そういうことができてやる気になったところで、そんなに難しくないんです。こういうのを満たすぐらいの稼ぎ方であれば。ただもう一個、そうは言ってもじゃあそれをずっとやっていいかっていうと良くなくて、大体の経営者ってどうなるかっていうと、人を雇う段階でそれに気づくパターンの方がいます。そういうの第二創業期っていう方がいるんだけど、多くの方は気づかない。なので組織化して自分がそういう生活ばっかりして、自分ばっかり給料で、大体自分だけとんでもない給料を取ってっていう方結構いるんです。そうなるとそんな人のところで働きたくないじゃないですか、はい、そうすると結構いなくなってくる。そこで倒産の危機になってやばいと思って、そこからミッションとかビジョンとか、そこから稲盛和夫が始まるんです。そこから読んでいくんです、松下幸之助とか、 iPhone は、あとは、あのビジョナリーカンパニー、ああいう本、そこから読んでいく。これを起業前に読んじゃおう、おかしくなる。そういう欲望がないと、最初とかに起業するときとか、綺麗事ばかりではいかないんで、途中で心が折れちゃうんですよ。そのギャップに耐えられないんですよ。あの間のギャップでみんなメンタルがやられちゃって諦めちゃうじゃないですか。こう耐えられる最初っていうのは、やっぱりこういう、まあ、黒い動機なんじゃないかなと思ってて、途中から変わっていくっていうメカニズムをちゃんと理解しといた方がよくて、倒産の危機になってからだと、本当に倒産しちゃったりするんですよ。大変です。はい。そう。なんで、いつ変わるかっていうと、人を雇うときに変わる。
人を雇い始めたらあえて事務所を構え、意外とやっぱり事務所って大事だと思ってて、今リモートワークでできる時代なんで事務所いらないじゃないですか、まあ、いらないんですけど、特に最初の一人とかを外注じゃなくて社員を雇うときは小さいところでいいので、そこでたまにちゃんと一緒に仕事できる場を作って、コアスペワーキングスペース、そういうところで何万かで1個の中のちっちゃい机2個ぐらいの場所借りられたりすると、そういうところでもいいので、はい、事務所を借りるっていう、僕は最初一人でやってた後に初めて事務所を借りたんです。そこから変わってったの、自分がそこに出社するとかって、自分の家でやってるのとプライベートなところの仕事っていうのがめちゃくちゃなくてつかなくなって、そこに出勤するようになってから、僕はある程度たまたま初年度から割と稼げてしまって、こういう欲が 1,2 年で全部終わってしまったんで、こういう悲惨なパターン、みんな辞めてって地獄みたいなところから引っ越していくっていうのではなかったんで、結果的に良かったですけど、経営の本を読んでると社員のためにとかっていう風に書いてあるのがその通りで、僕の周りの著者とかもみんな第二創業期の綺麗な話をスタートからだったことにして話してるんですっていうパターンと、昔自分はめちゃめちゃ悪かったっていうのをモリモリにして、そこを100倍モリぐらい近くって、だって2パターンしかないんです。でも大体の場合割と綺麗に書くんで、でも僕の周りで今もうすごい大社長みたいな方が、本書いてる方が仲良くなって飲み会とかでもうひどいです、全然違うんです。やっぱり皆さん書けないし言えないけど、最初はそんな今のビジョンなんて当然ないし、やっぱりちょっと後付けなんです。なのでこの辺の世の中の本音と建前じゃないけど、この辺のからくりが本当にわからないで、最初から特に起業前に自分のミッションビジョンを考えると本当にうまくいかないです。考えなきゃいけないのはお客さんの悩みなんです。業界の悩みを調べること以外にやることなんてない。なんで欲っていうのを書き出して、車欲しければ実際にそのフェラーリを見に行くっていうのは本当に重要で、今は持ってないですけど定価7、8000万するような車にも乗ってたことがあるんです。それよりもやっぱり勤めてた時に初めてゲレンデみたいにやると、たまたま中古車屋さんのとこ通った時にちょっと見て、ドア触って見た時のドキドキの方がやっぱあった。だから不思議と思ったのは、こういうものって買う前の直前期が一番楽しいんだろうなっていうのは、買えるようになってしまうとどうなのかなっていうのは、そこまでの、まあ、喜びで慣れちゃうんです。でもそういう自分の欲に素直になって、ただこれはみんなに言わなくて、心の中に留めといておこうがいいんですけど、欲を元に、でもやることはお客様のために悩みを徹底的にリサーチして起業するっていうのは間違ってないん で、はい、で途中から変わるっていうこと前提であれば、もうぜひこういう感じで起業していただきたいなと思います。ミッションやビジョンは後からで、後です、大丈夫、はいということで、はい、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ありがとうございます。